あそこが広場みたいだね。待ち合わせしてるような人はいないっぽいけど、近くを探してみる？センサーも直せる？ムキグだな、ゲッこれを飲ませて、やつを横たわらせるんじゃ。つまり、やつらを横たわらせるんじゃ。怖くないよ。誰かな。うち、なかなかやるじゃん。お注射の時間。でっかい。ようやくおとなしく寝る気になったようじゃな。そこの小アッパと小娘、患者の情緒を安定させてくれたこと礼を言う。素晴らしい物理麻酔じゃった。物理麻酔、うちらそんなことしたっけ。そうじゃ。まあおかげでこの者たちは傷を負うことになったがな。全力で手当てをしてやらんと。まったく忙しくて手が回らぬ。この子どこから来たんだろう。パパは？おらん。じゃあママは？ママもおらんぞ。さては、わしが幼く見えるゆえ、子供じゃと勘違いしておるな。と、ここは泉州じゃぞ。よその小娘が見た目で人を判断するでない。寿命族は輪廻ができるゆえ、パパもママも不要じゃ。わしは転生した時から医学の道に専念してきた。探偵士の医師免許を持つ、れっきとした医者じゃぞ。ベロブルグの子供たちは遊びに夢中になってたのに、ここの子供たちは患者を診察してるんだね。近頃のラフは安全な場所ではない。むしら、もし用事がないなら出歩くなでしょ。でもあんたたちの将軍に仕事を任されたから、出歩かないわけにはいかないんだよね。ならもし主らに何かあれば、骨でも折れたりしたら、わしが無料で見てやろう。わしを救ってくれた礼に、薬代も8割に負けてやる。はっ、この泉州ラフで、わしに見てもらいたい患者がどれだけおるか知らぬのか。おーい、抜け出すときにもっとたくさんの金を持ってくるべきじゃった。無駄話はここまでじゃ。患者の診察を遅らせるわけにはいかぬからの。幼児ちゃん、さっきのちっちゃいお医者さん、雰囲気が周りと随分違ったね。ああ、俺も文献でしか見たことがなかったんだが、あれが寿命族なのか。文献には竜の末裔と書いてあったが、確かにその通りだったな。直せる？
時はびっくりした。あの寿命族の竜女様がいてくれて助かったね。ええ、でも滅多に外出しないはずの方がどうしてここに。皆様どうか落ち着いてください。地甲子総務部からの通達により長楽店の航路を一時封鎖いたします。詳しい情報は官報と皆様の局長に送らせていただきます。体調が優れない方は速やかに地甲子の看護にて届け出てください。探偵士の医者が無料で診察をしてくれるはずです。なお皆様にはタンパク米一袋と各種医薬品を支援物資として配布する予定です。今ここで私に申し込むか地甲子に申請して後で自宅に配送することも可能です。では玉長の腕輪で登録を。おや、よそからの旅客でしたか。わかりました。それではこちらにサインをお願いします。大牧師の球技に問題が起きたそうです。一部の牧者と管制士が同点から逃げ出したようで、中には植物だとか根だとか叫んでいた人もいたと聞きます。一体何があったのでしょう。もしかしてあそこにお知り合いでもいるのですか。心配でしたら逃げてきた牧者に話を聞いてみてはいかがでしょう。疲れているとは認めたくありませんが、確かに12時間も経ったままです。この災いはいつになったら終わるのでしょうか。邪水に感染した運気軍が暴れてるらしいぞ。そう怖がる必要はないだろう。探偵士の竜女様がいればどんな病気も治るって。さっきはびっくりした。ええ、弱り目にたたり目だな。構造士でも問題が発生した。しかも大問題だ。あんたは早く運気軍に報告してくれ。なんとか。失礼した。俺は地甲子に勤めるの。その服装、ラフを来訪した客人か。すまないが先週に少々特殊な状況が発生した。だが心配は無用だ。この事態は運気軍が可及的速やかに解決する。安全のためにどうか外出は控えて、しばらくは旅館の中で過ごしてほしい。不当が解放されていればすぐにでも船で聖坂井へ向かうよう進めたいところだが、ここから先の航路は全て封鎖されているそうだ。ところで俺の友人に聖坂の通行証を持っている奴がいるんだが、どうだ、手頃な値段でここからすぐに離れられるぞ。本当に気品だったとは。ならここだけの話だ。今回の騒ぎはいつもと何か違うようで、将軍様が運気軍を派遣して調査に乗り出したらしい。そんな時は来ないかもしれないが、俺の力が必要になったらいつでも会いに来てくれ。そこの嬢ちゃん待ってくれ。長楽天の民と竜女様を助けてくれて本当にありがとうな。あの方は探偵士の竜女、白露様だ。さっきの子のことだよね。なんかすごく偉い人に聞こえるんだけど。天白氏の友人から聞いた。将軍様がラフの危機を解決するためによそから客人を招いたってな。見たところお前たちのことだろ。
面倒をかけるつもりはないが、時間があったら地甲子のカンガまで来てくれないか。上楽天について話したいことがあるんだ。戸籍管理の法律が悪すぎる。そうだ、忘れるところだった。よく来てくれたな、嬢ちゃん。軽減将軍の客人が俺たちの要請を受けてくれるとは本当にありがたい。前に長楽天広場で龍女様を助けてくれたこと、手配が行き届かなかった地甲子の仲間を代表して礼を言わせてくれ。ありがとう。知っての通り、性格の災いが訪れて以来、魔音の実の凶病が蔓延している。魔音の実は先週人が起意してきた宿命で、獣王種の監視があれば本来こんなに頻繁に現れるものではないんだ。だが今は多くの人が、特に運気群のようにストレスや危険にさらされている人たちが魔音の実に落ち始めている。それに彼らは外見まで恐ろしい化け物に変化した。こんなの俺の知っている魔音の実じゃない。その程度のことでお前の手を煩わせるつもりはない。魔音の実を抑える計画なら将軍様が考えているはずだ。お前は強いから、将軍様の依頼を受けて性格を追う中で、きっと魔音の実とも戦ったことがあるだろう。どんなに小さな手がかりでもいい。見つけたら地甲子に知らせてくれ。そうすれば俺や同僚たちがすぐに対応できるし、もし手伝えることがあれば素早く力を貸せるからな。ああそうだ、ここに来るまでに何か見つけたものはあるか。見つけた手紙なんだが、正直に言って俺ではこの問題にどう対処すればいいのかわからない。これは地甲子の管轄を超えている。だから将軍様がいる新作府に連絡したんだ。この人は、いや、この方は聖族さん、軽減将軍の作市長だ。この手紙については彼女が説明した方がいいと思って来てもらった。
が魔音の実から入手した手紙は読ませてもらったよ。運気軍が正確の所在を調査する間、私も将軍様の命を受けて魔音の実に関することを調べてるの。あなたのおかげでようやく手がかりがつかめた。外の人から見ればこれは長らく病気だった人が回復したことを報告する手紙に過ぎない。でも書いてあることは不赦重悪の禁律を犯していて大逆無道だと言える。そう、慈悲なる薬王、法を守る同盟の民ならこんな警鐘は絶対に口にしない。だってこれは先秋人の大敵、私たちが儒家の王と呼ぶ豊穣のアイオン、薬師のことだから。この手紙を書いた人はおそらくあなたが倒した魔音の実だろうね。彼は誰かに惑わされ病を治療するという名目で毒を盛られ、あなたが見た姿になったんだと思う。こういう振る舞いは泉州で数千年前に壊滅した組織薬王秘伝を思い出させる。近畿である丹方を掘り起こし、いわゆる先導の秘密を復興させることを志としている北条の信者、とっくに滅びたはずの組織が今更復活して混乱を招くなんて思わなかった。取り返しのつかないことになる前にこの組織の現状を徹底的に調べないと。もし他にも薬王秘伝に関係がありそうな手がかりを見つけたら新作府に来て私に渡してほしいんだ。新作府は今一時資料を必要としているの。よかった、絶対に損はさせないから安心して。新作府は貢献してくれた人をないがしろにしたりしないから。最近の報告によれば彼らは目下の混乱に乗じて長楽天一帯で種族の民を惑わしているらしいの。そこから始めてみるのはどうかな。実は数ヶ月前に調査人員を偵察に向かわせて少しなら情報が得られたんだけど、向こうも疑り深いみたいで偵察に行った人と連絡が取れなくなったの。もしかしたら偵察していることがバレたのかもしれない。あなたはラフで顔を知られてないし種族の民でもある。あなたに任せることができたら私も安心なの。戸籍管理の効率が悪すぎる。この違法の客人、お待ちください。あなたは調整を望みますか？望まない？ああ、それはあなたが絶望しているからかもしれません。永遠に生きられる機会を誰が拒むというのでしょう。しかし泉州は短命種の幸せなんてちっとも考えていない。彼らは調整という輝かしい道に向かうことを堅くなに禁じているのです。私の名前は緑芙蓉。長楽天に来たのはあなたのような縁のある人に出会い共に調整の先導を歩むためです。どうでしょう、私と一緒にもっと話し合いに適した場所に行きませんか？
では早速出発しましょう。ここは人が多い。あまり長居すべきではありません。着きました。ここです。安心してください。薬王は慈悲深い。あなたを傷つけたりはしません。改めて自己紹介させてください。私は薬王秘伝の寺社。長楽天では身分を明かすことができませんでしたが、今なら堂々と口にできます。薬王秘伝は薬王様を信仰する組織で、寺社は教徒たちの呼び名です。長生を手に入れるには寺社になる必要があります。そして寺社になるには簡単な試験を受けなければなりません。お許しください。薬王秘伝は徐々に大きくなり、あの要求の信者の注意を引いてしまっているので、細心の注意を払って行動しなければ後が恐ろしいのです。この運気群のことは気にしないでください。彼もあなたと同じように試験を受けているだけですから。あの要求に惑わされた者だけが薬王様を憎むのです。悲しいことにそういった人はあまりにも多いですが、北条の名を耳にしたことがあろうとなかろうと、どの種族も薬王様の恩恵と治癒を渇望しています。古族は300年しかない寿命の治癒を、寿命族は輪廻と一族が途絶えることに対する治癒を、そして先秋人は魔王の身による苦しみの治癒を渇望している。私たちとしてはあれは苦しみではなく進化の恩恵に近いものだと思っていますが、あなたの質問に戻りますが、薬王様は短命種の老衰や病の苦しみ、そして死を治癒することができます。薬王様が先秋人を治癒したようにね。求めれば必ず与えられる。薬王様は寛大な心をお持ちで、誰かの祈りを簡単に拒むことはない。ですから薬王秘伝の試験もそこまで難しいものではありません。この千樹寺飛薬王救世品を500回書き写し、仲間たちにあなたの誠意を示せば晴れて寺社になることができます。これは私たち薬王秘伝の根本にある大教ですので、敬虔な心を持って書き写してください。できれば暗記してくださいね。もちろんこれは初めの一歩に過ぎません。寺社になった後も多くの試験を受けてもらう必要があります。ご心配なく、ちゃんと用意してあります。伝統的な泉州の分房手法で人体工学に基づいて作られているので、5万回書き写しても疲れないんですよ。嘘じゃありません。私は実際に5万回書き写しましたから。いいから早くこっちに来い。どこに行くんですか？まだ試験は終わっていないんですから、勝手に離れないでください。やっと来たか。お前のことは知ってるぞ、慶元将軍の客人。偵察に来たんだろ。俺も同じだ。俺は長楽天を担当している運気軍だ。あの緑風陽がこそこそと反逆の思想を広めているのを見て、
ここに潜入しようと思ったんだが、まさか来るなり疑われるとは思わなかった。本当に薬王秘伝に加わりたいんだと信じてもらうためにかなり努力したんだ。こういう組織が勢力を伸ばそうとしているときは、大抵の場合法を司る組織に影響を与えられる船員を欲しがっているものなんだ。だから俺も甲冑を着てきた。これこそ需要を完全に見抜くということだな。し、声を小さくしろ。こいつらは手強い。もし俺たちが偵察に来たことがバレたらまずいことになる。貸せ、手伝ってやる。運気軍に入る前は新作府で150年ほど事務の仕事をしていたから、書写なんて朝飯前だ。先に決めておこう。俺は書写を手伝い、お前は俺の援護をするんだ。俺は新作府に行ってこの情報を伝えなければならない。心を落ち着かせてゆっくりと書き写してください。時間をかけて千住寺飛躍王旧世品の史上の美と善を体得するのです。もう写し終わったのですか、こんなに早く。見せてください。本当に終わっていますね。早いだけでなく完璧とは。どうやらあなたにはかなりの宣言があるようだ。そう焦らないでください。入門の試験は2段階に分かれていて、あなたとそちらの運気軍は最初の段階を完了しました。あとは最後の段階が残っています。よし、じゃあ次の段階は明日からでいいよな。俺は勤務中にこっそり抜け出してきてるんだ。そろそろ戻らないと怪しまれてしまう。ご心配なく、2段階目は簡単ですからすぐに終わりますよ。私たち薬王秘伝の原則は、疑わしき者は使わず、仲間は疑わずですから。お二人には決闘をしてもらい、生き残った方を正式に自社と認めましょう。素晴らしい。薬王秘伝はあなたのようなやる気のある新人を歓迎しています。さあ、私たちにあなたの実力を見せてください。待て、やめてくれ。俺たちがここに来たのは長生のためであって死ぬためじゃない。急に戦いと言われても俺には無理だ。決闘は強制ではありませんので戦わなくても結構ですが、そうなるとここから出すわけにはいきませんね。分かった、戦う。その代わり少しだけ心の準備をさせてくれ。それくらい許されるだろ、こんなこと今までしたことがないんだ。私は構いませんが、そういうことはあなたと戦う相手に聞いた方がいいのでは。では準備してください。時間は貴重ですから急いでくださいね。小四郎、いい方法思いついた。お前を薬王秘伝に入らせて俺も安全に撤退できる方法だ。俺たちで決闘して、俺はお前に負けて殺されたふりをする。お前は死体の処理を手伝うふりをして俺を現場から連れ去る。これならお互いの目標を達成できるだろう。そのお前の腕前は知ってる。頼むから、うっかり本当に俺を殺したりしないでくれよ。よし、やっぱりお前は信頼できる。それじゃあ俺の命はお前に預けたからな。準備はできましたか？もう決闘を始めても。
こちらの運気軍の方は？俺も準備できたぞ。それでは始めましょう。おりゃー、くらえ！誰かな？うち、なかなかやっ。素晴らしい腕前ですね。さっきまで元気いっぱいだった運気軍があっという間に倒されてしまいました。あなたが勝ってよかった。この者は運気軍の甲冑を着ながら入信したいと言ってきたのですが、考えなしの発言が多くて、もし彼が勝っていたとしても本当に信用できるのか少し不安だったんです。シギク、ラント、この運気軍を適当な場所で処理してください。あなたがどう処理すればいいか知っているのですか？そんなことはありません。私たち薬王秘伝の原則は仲間は疑わずですから。うん、いいでしょう。ここ数日ほど仲間たちが凋落天で布教活動をしているのですが、両剣ともの注意を引いてしまいまして、あなたが処理した方が安全かもしれませんね。ではこれを組織での最初の仕事ということにしましょう。あなたが積極的だということはちゃんと上に報告しておきます。何はともあれおめでとうございます。あなたは晴れて寺社になりました。名前はハイボタンにしましょう。ハイボタン、人目を避けるために一旦別々に行動して後で落ち合いましょう。それではまた後ほど。俺の死んだふりはうまかっただろう。あいつらは狂人の集まりだ。後で接触するときは気をつけた方がいい。ああ、ま、お前の腕前なら俺が心配するまでもないか。じゃ、俺は新作府に戻って報告をする。くれぐれも気をつけるんだぞ。
ここで緑不要と落ち合う約束だったはずだけど、どうして誰もいないんだろう。手紙がある。廃ボタン。緑不要が私に残した手紙かな。薬王秘伝は本当に慎重なんだ。先に奴らの任務を終わらせるしかないみたい。手紙を奪い取る。それなら長楽天の物流長の棚に行って探してみよう。これが薬王秘伝が奪おうとしてる手紙だ。でもこの郵便物には暗号化が施してある。重要な情報なら当たり前か。解除できるか試してみよう。秘伝の内部命令で間違いない。この緊急指示を見る限り、薬王秘伝は最近の新作譜の潜入行動に気づいてるみたい。だから緑不要は急いでこれを奪おうとしたんだ。スマホにコピーを入れて緑不要に渡そう。茂月様、こちらが以前お伝えしたハイボタンです。とても頼りになる侍者でございます。ハイボタン、こちらは茂月様といって長楽天地区を担当なさっている方です。一目見ればわかる。君の腕前は確かに非凡だ。君のような性格の人間は好きだ。聞かせてくれ、君のような教師がなぜ薬王秘伝に入りたいと思ったんだ。ああ、僕も同じだ。かつては訓練に励めば強くなれると思っていたが、そうではなかった。長い運気軍としての生涯の中で僕は悟った。人の力には限界があるということ。だから僕は平凡な肉体を捨て薬王様の眷属になったんだ。この処方箋をあげよう。この薬を飲めば僕たちのように要求過疎が君の魂にはめた枷を断ち切り、至極の力と自由を手にできる。組織で弾薬を担当している侍者が君が優れた戦士だと聞いてこの処方箋を用意したんだ。
ここに書かれている薬には遺憾で買えるものもあれば自力で手に入れなければならないものもある。だが君の力があれば簡単なことだろう。他に質問はあるか？わからない。ただ数万人はいると聞いたことがある。薬王秘伝の組織構造は平坦化の原始を原則としていて、各地区の責任者が直接狩猟から責任を担っている。だから他の地区の状況に関して僕は何も知らない。この方式の長所は、兆楽天の組織が猟犬たちに滅ぼされたとしても他の地区の仲間には影響が及ばないことだ。処方箋の作成を担当する者たちは誰もが微妙な立場にいる。彼らの身分は知っているが、その身の安全のために口外するわけにはいかない。君を信用してないわけじゃない、ハイボタン。これは皆の安全のためだと理解してくれ。ボス、狩猟のことか。会えるが、今は焦らなくていい。君の実力なら、このまま職務を果たしていればすぐに狩猟に会えるだろう。恥ずかしながら、かつては僕も猟犬に属していて、100年近く槍術の鍛錬を続け、あと少しで運気軍の教官になれるところだった。しかし凡人の脆弱な体では、いつまでたっても自分と武術の天才の間にある最後の壁を突破することができなかったんだ。そんな僕を救ってくれたのが、君が手にしている龍板鉱薬だ。この薬を飲んで僕は凡人には手が届かない強者になれた。今全てがうまくいっている。過去の悲しき真相の失神はもう存在しない。ここにいるのは薬王様に忠誠を誓った侍者だ。待て、僕のことを知っているのか？失神という名前を聞いてから君の表情が変わった。茂月様、どうやらこの者はあなたを探しに来た内通者のようです。バカ者、半日も試験を受けさせて何を試したんだ。こんなに分かりやすい内通者が君のせいで侵入したんだぞ。そんな、私の目の前で運気軍を殺したのですよ。忌々しい要求こそ哀れな凡人たちに死を回帰だと思わせた。薬王秘伝に潜入するために命を落とした苦肉の策を講じるとは。ハイボタン、いや新作の犬め、死ぬがいい。めんどくさいやつ。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。悪いけど鬱陶しいわね。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、カールインファントム。礼儀がなってないわ。お注射の時間よ。おやすみ。しつこい。殴ったね。誘ってないけど。うちの出番。悪いけど。
お薬の時間よ。礼儀がなってないわ。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。リュウ。逃がさない。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。おやすみ。薬王様は槍を通らない覚悟、戦争を叶わない勇気を、私は負けない力を授けてくださった。星々の開拓者たちに真なる信頼。王冠殿は逃げ回るネズミ、僕には叶わない。さっさと首を差し出して死ぬがいい。間に合ったようね。ありがとう。お注射の時間よ。おやすみ。鬱陶しいわね。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。なってないわ。ついてないね。リュウ。悪い気ね。しつこい。誘ってないけど。すべては星々。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。うちの出番。鬱陶しいわね。蝶と共に散れ。スターレイファントム。おやすみ。礼儀がなってないわ。ほんの気持ちよ、気にしないで。何も出ないわよ。それ。ついてないね。誰かな。しつこい。聖族が探していた連絡の途絶えた内通者は茂月だった。まさか薬王秘伝に加入してたなんて。新作府に行って聖族に状況を伝えよう。今回の任務は成功なのか失敗なのかいまいちわからないな。あなたが無事に戻ってきてくれて。それで何があったの？安心して、あなたの内通工作は成功だから。正体はバレちゃったけど、価値のある情報を手に入れて無事に戻ってきてくれた。ここまで内通者としての素質があったなんて本当に驚いたよ。それにしても、まさか失神が邪道に染まるなんて。あなたは正しいことをしたの。儒家の王は力と生命を餌にして失
神のような善と有望な人に後戻りできない道を歩ませた。あなたが手に入れた情報はすごく役に立つ。ずっと敵の動向が分からなかったけど、この情報があれば新作譜もより的確な判断を下せる。これは今回の報酬だよ。受け取って。他に質問はある？この組織の現状について私たちは何も知らない。今まで数人の内通者を送り込んできたけど、あなたのように潜入できた人は多くない。外郭をうろつくのが精一杯だったの。新作府は今あることを明らかにしようとしてる。彼らは千年の時を経て蘇ったのか、それとも千年もの間水面下で密かに行動を続けていたのかをね。どっちにしても彼らが突然堂々と姿を現したのはきっと何か企んでいるからに違いない。この数ヶ月ずっと不安だったの。これから何が起こるかわからなかったから。ううん、薬王秘伝の密書には私たちが広く潜伏してるように書かれてたけど、実際に潜入に成功したのは数人だけなんだ。そして彼らの多くはあなたのように正体がバレた後に無事に戻ってくる実力も、素早く信用を得る知恵や運も持ってなかった。それに内通者はあの薬王秘伝の丹薬を飲むわけにもいかないからね。あんなの飲んだら一巻の終わりだもの。つまりあなたみたいに組織の深部まで潜り込んであんなに多くの情報を持ち帰った人はいないってこと。この千住寺飛躍王救世品は薬王秘伝がどこからか書き写した芸書だよ。多分神卸しの時代の禁書の残片じゃないかな。でもこれは大したものじゃない。儒家の王と歪んだ造物の行為をただ偏った視点で改めて叙述しているだけ。芸書に人の心を惑わせる力はない。人々が自分で自分を惑わしているだけ。そして芸書は彼らに嘘と偽りの希望を与えた。あなたが手に入れた処方箋については私の専門外なの。何人か信頼できる端子が長楽天に駐在してるから、詳しいことは彼らのところに行って相談してみて。そうすれば新作譜も方針を定めて解毒剤を用意できるだろうから。薬王秘伝が私たちの潜入行動に気づいてるなら、そろそろ新作譜も操作網を狭める頃合いだね。処方箋の詳細が分かったらいつでも私のところに来てね。ですから。何なの？新作譜？処方箋を見せて。怖い。怖い上に全く理解できない。これは短視聴の短数様に聞いた方がいいかも。彼女は盲目の転結者なのに飛び抜けて優秀なんだ。それに人助けが好きで、よく貧しい人に無料で薬を配ってる。彼女なら新作譜を助けてくれると思う。短数様は今若木邸にいるから、探しに行ってみたら。しておりました。あなた様の匂いは分かりやすいので、一つの感覚を失うと他の感覚が鋭くなりますから。他の端子から聞いたのですが、私に見せたい処方箋があるのですよね。内容を読んでいただけますか？
ありがとうございます。確かに奇妙な処方箋ですね。大体の薬理は理解できました。竜の血族の力を汲み取り、それを自分に取り込むことで強くなれるといったものです。ただ具体的な薬理についてはさらなる検証が必要で、少し時間がかかるかもしれません。本当に寿命髄を使って検証するわけにはいきませんからね。連絡先を交換しましょう。薬理の検証が終わり次第ご連絡いたします。Thank you.